どうも。おはこんばんちは。今回は13人目のハンターを倒して7本目のアイボリーの鍵を手に入れに行くんやで。まず最初に目指すポイントはイーストモールのこの汚染エリアやで、ここまで行くと見覚えのあるこの建物があります。今回のハンターの出し方はこの建物の窓を順番に撃つと出てきます。撃つ順番は1番から撃っていきます。ここでの注意点なんですが、何回か撃ってもハンターが出てこなかったらリログしてください。それとしっかり撃っても全然出てこないことがあります。その原因が立ち位置なのか、それとも武器なのか、バグなのか、はっきりしませんでした。その辺を踏まえ、まずはハンターを出しましょう。ハンターは一度出てしまえば倒すまでいますので、画面の右上に発生条件など出しとくので確認しといてな。行こうか。人質が瀕死状態。来てくれエージェント。こいつはきっと気に入るぞ。